吉田菊太郎吉田菊太郎は昭和時代のアイヌ民族運動家。北海道幕別村のアイヌの主張、トイペウクの子。十勝国中川郡幕別村麻沢白人村に父トイペウク、母、足松の長男として生まれる。白人小学校、幕別高等小学校を卒業し、父を次農業を営む。若い頃はその父への、ある反感から、 他の人が驚き怪しみもしたほど酒に溺れ、すさんだ生活をしたが、1927年2月8日に泥酔して自分の家を焼いてしまったことをきっかけに禁止を誓い、2月15日には厚内方面に出稼ぎに出る。断酒に成功し8月には故郷に帰る。その頃に創立された、十勝愛の朝名社に参加し、翌年には、 精神収容と生活改善を目的とする白人、古坦教風会を創設し会長に就任する。1931年、北海道アイヌ協会の機関誌、エゾの光第2号から編集権発行人となった。1932年に、幕別村会議員に初当選。1946年2月、社団法人北海道アイヌ協会の副会長に就任し、10月には、 トカチアイヌ協会を結成し会長に就任する。アイヌ文化保存に最も心血を注ぎ、その努力は1959年に落成したいぞ、文化公庫館として結実する。機関紙への投稿など残された文章から、吉田の思想を判断すると、日本政府がアイヌに進めている事故教育、貯蓄、禁酒、住宅の近代化などに同意し、良い、日本国民、良い、 社会人となるのが、アイヌの幸福であると考えているように見える。しかし同時に彼はアイヌが衰え滅びゆく民族で、あるという意見に反発していることを表す言葉も多く残している。エゾの光に投稿した、社会事業の対象としてのエゾ民族というエッセイでは、アイヌの歴史を考察して、アイヌ民族のいわゆる、更新性は、正木藩の政策によって計画的に作られたもので、ある。 と強調した。近年の研究では、吉田は、愛主の再解釈を手がけた、一つの驚くべき例として挙げられている。ありがとうございます。